29。あら。あら、あれですね。もう全然おきちゃんとラジオ見に来てよかった。ああね、来てたね、ありがとう。久しぶりだったね。失礼しました。そう、ラジオをね、いっぱい来てくれてる人がいて。えしょく、おじぎ、こんばんは。元気そうで安心です。元気でしたよ。前髪はちょっと今伸ばし中だからこんな感じで、眉毛は 急いだらこうなっちゃった。ちょっと間違えた。 急いだらこうなってか、なんか久しぶりにメイクをしたんですよ。そうでもないか、そうでもないかもしれない。なんか1回とかを結構したりするんですけど、その撮影っていうかお仕事とかで、そのラジオとかでパッてメイクしたりするけど、なんかこう毎日毎日メイクをしなくなったりしたから、その写真用にちょっとパパッとメイクするぐらいでしかメイクをしなかったので、最近毎日しないとやり方忘れちゃうんですよね。本当にやばくて そうなんです、忘れちゃうんですよね、メイクの仕方をね そう、え、そんなに変？え、そんなに変？ めっちゃ言われるんだけど。なんで女性やってる？そうなんですよ。なので こんな感じです。最近は、何ですか？いつぶりに配信した？最後に配信したのいつですか？あれ？ 29 って何があったんだっけな。さっきハミヨミって言ってた人たちはハミヨミに会いに来てくれてたって人ですか？そういうことになりますよね。すごい、チョコだ チョコじゃん。ハミヨミの時はやりました？配信。モンさんとお寿司まだなんですよ。ねえ、やってない。当てないか。若くなった。あ、本当に すごい、チョコが、友チョコと本命とがあるんですね。2月入ってしてない。すいません、お久しぶりです。2月、じゃあ2月何してたか、お話しするほどものこともなかったんですけど、2月はですね、そうだな、1月の30日31日ぐらいから愛知県と広島県を行ったり来たりしてて、ちょっと仕様で、あ、待って、タワーだよって言ってる人がいる。これはタワーなの？すごいね、チョコみたい チョコみたい。何？美味しそう、美味しそう んー、廉価会さん、廉価会、冷静でいたら愛せはしないわさん、ありがとう。くまさん、タワー、チョコ ありがとうです。ビヨンビヨン、おじぎ、ありがとうです。こういうのが今はあるんですね。ちょっとノートがなくて。すごいですね。
私は久しぶりにショールームを開いたのでこういうものがあるということを初めて知りました。去年こんな感じだった、なんかもっと違う感じだった気がする。今日何日だ、今日11か。恵方巻き、いやなんかで愛知をね、そう仕様で行ったり来たりしてて、戻ってちょっとお仕事ある時に戻ってきて、それ以外の時はちょっと愛知にいて、いろいろバタバタとしてたんですけど、本当に写真がなくてすっぴんで。スーツ着てることとかも多くてね、仕事とかじゃなくて普通に私の用事で着てることとかが最近多くて、だからメイクをしてなくてでもなんかそれを本当にしてなさすぎてやばいみたいな。よしよし、就活じゃないですよ。でしてるんですけど、してなんかもうもはやすっぴんだったらメールで送れるんですけど、なんか微妙にしてるみたいな、人前に出れる程度にしてるみたいな感じだったですから、そうそうそう、写真とかも全然なくって撮らないんですよね。っていうことが多くて、まあ行ったり来たりしてた時でしたね。そんな2月上旬でした。久保さんありがとう。就活じゃないよ。で愛知県と広島って結構遠いんですよね。ちょっといやそれすごいね、他にもたくさん遠いとこから来てくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、移動時間になんか移動をこの2時間ちょっとかかるから、夕方に出てもなんか着くのが夜でみたいな、もう何をしたら、しかも新幹線って電波悪くない？もう本当に重くて携帯がなんでだろうと思って、すごいなと思って、こんなにたくさん電波がないなって感じることが今までなかったっていうぐらい、なんか最近電波悪かったですか？そんな感じでしたね。でまあ夜に着いてお家帰ったらすごい12時過ぎぐらいになっててみたいなっていうのが続いた日でした。すごい、何モテようっていうあれはあるの？夕飯が用意されてる。いや、されてないですね。基本的にはされてないですけど、でも夜に作ってって言ったら作ってくれる時もありましたけど、でもそれこそ
行ったり来たりってなって、もう親も仕事行ってたりするんで、そんなめっちゃずっと会ってるってわけでもなかったですし、生きててよかった。いや、みんなが生きててよかったよ。っていう感じですね。そうそうそう、交通費が、行きと帰りどちらが長く感じ、いや私は別にワクワクして愛知帰るわけじゃないので、最近はその、まあ、自分のいろいろなことがあってっていうので、そうだな。そうだな、うん、別にどっちもどっちですかね。でも広島に帰ってくる時とかはお仕事で帰ってくることが多いので、そっちの方がまあワクワクしますね。帰ってくる方がワクワクします。でも2月の今11日で、まだ11日しか経ってないですけど、今月は愛知県にいる方が多かったですかね。まだ11日しか経ってないけどね。あとは多分広島にほとんどいますね。イベントで会いに行けたらいいなって思ってるんですけど、どうなるんでしょうかね、ちょっとわからないんで、うん、っていう感じなんですけど、ですね。今日は私基本的に勉強とかする時って夜にならないとやる気が出ないので、12時過ぎからだいたい勉強とかもし始めるので、お昼はずっとブログを書いていて、あ、だから眠くなるのかな。12時過ぎから3時4時ぐらいまでやってたりするんですけど、え、こういうこと聞きたくないかな別に。そう、お昼はブログ書いてまして、今日はね、でもね2個しか書けなかったのだから。とりあえず配信9時までなんですけど、あ、そう、配信9時までなんです。なんで8時から9時までにしたかっていうと、9時からゴールデンベッドタイムがあるので、それに合わせてと思って、もう2個出してて、そっからでも今日はちょっとブログ書こうかなって思うので、まだ意気込んでるので、時間を見つけつつもう一回ブログ書こうかなって、すごい書かなきゃいけないと思って、なんか書かなきゃいけないっていうか、書くことが溜まっちゃって。そう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 、そうなんです。追いつけない、なんかお休みする前とかはブログもツイッターもなんか、なんであんなに写真がない、うん、そういうわけでもない、なんかお仕事を毎日してると、そのあと書かなきゃって思うんですけど、なんか使用をしていると、
んでですかね、ちょっと追いつけない七並べ、やっぱゴールデンウェイトタイムは効率いい感じ。いや、わからないんですけど、とりあえずゴールデンウェイトタイムは外そうって思っただけです。けど別にそれ終わった後もやってますよ。やるうちやってるけど、なんかなんとなく外してみたっていうだけです。配信遅くなってもあれかなと思った。なんか前は携帯とかが2つあったので、あれなんですけど、ちょっと今携帯が端末がね一つしかないので、配信しながら七並べをするっていうことができなくって悲しい。みんなとせーのでやりたいんですけど、でも前よりはやってるので、結構当たった方もいらっしゃるんじゃないのかなと思って、なんか5分おきにするのなんか当たる目的だったらいいんですけど、ポイントをあげようと思ったら、じゃあ5分おきっていうか、なんか3分2分3分で終わるじゃないですか。あれだからなんかその2分違うことしてたら過ぎちゃいそうで。そうそうそう、でも結構ずっとやってますね、ゴールデンベッドタイム。なんか私10ベッドすると、なんかめっちゃね、なんかこれあれだ、任されちゃうけど多分こういうこと言ったらなんかすごい1位になる確率が上がるっていうか、まあ、そういう4位になる時もありますけど、1位になる確率が上がるんですよ私。なんでだろうと思って、すごい、だからなんかそうめっちゃすごいの。私今までシークレット、自分のあのね、自分のシークレットなんか全然一回も引いたことなくて、今回初めて引いたのに、もうめっちゃガチャしてるんですけど、今月なんかめちゃめちゃいっぱい引くの。忖度。すごいなと思って。そうかもしれないね。CM カードとかちょっと気にしてみたことないんですけど、私自分のカードしかも気にしてみないのであれなんですけど、そんな感じですね。ブログはですね、ちょっと話戻るんですけど、ブログは
単独コンサートまで書きました。2個なんで、あの僕恋の初日と単独コンサートのことを書きました。書いたやつを出したので、多分そのうち出ると思うので見てください。あの私なんか携帯は変わってないんですけど、メアドと電話番号を変えたみたいなやつで、なんかそのメアドを変えたせいで自分のメールが届かなくなって、自分のメールが届いてるかどうかが分からなくて、 どれの写真どこ何の写真をどこまでメールで送ったかどうかが全然分からなくて、なのであのツイッターでハッシュタグ可能メールで返信していただけると、返信していただけると磯貝どこまで送ったっていうのが分かるので、そうママに会ってた時はママに聞いてたんですけども、会わなくてもちょっとあんま連絡返ってこないんで、そうなんか花ちゃんさんとかのメールはあのメアド変更のやつできたんですけど、そうちょっと自分のメールがどこまで何をどこまで送ったかが分からなくて、困ってる。そうなんですよ、ちょっともう特殊なので自分のやつは。そんな感じで、なんかでブログも、いやもうこれはもうそれに乗っかって言い訳してるっていうのをまあ踏まえてなんですけど、あのメアドが変わったらなんかメール送れなくなっちゃって、メールでブログ送ってるんですけど送れなくて困ってた。あ、送れるようになったんで書いてて、僕こういうやつもう一回書いてたんですけど書き直しまして。っていうまあ今のはちゃんとあれです、あの全然言い訳だけど。そうでも書いたんで見てください。大変、メアドとかが変わったのがもうね、あの小6ぶりんなんですよ。スマートフォンにしたぶりなんですよ、多分わかんないけど多分そう、中1ぶりとか、中1中2中3 1 27年ぶりに変わって、自分のメアドが自分で覚わらないんですよね。そうなんか昔その時の、まあ、変わってないんですけど、その私がその変わったのが小学校6年生の3月ぐらいとか中、まあ、それぐらい6年の終わりの3月なん小学校周りの3月ぐらい、卒業式、あ卒業式の時はスマホだったわ、あ何だったかな、まあ、なんかそんな感じでなんか変えたい、その時に好きだったアイドルさんの名前と誕生日をズダダ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 って並べたメアドだったんですね。ですごく長かったんですけど、もうずっとそれだったし別に忘れたことなかったんですよね。別に忘れたことなかったし、嫌だなって思ったこともなかったし、なんか愛着もあったし。そう。そう、大好きなアイドルの名前と誕生日をすごいいっぱい並べてて、しかもローマ字なんで長いんですよね。なんか名前っていうかあだ名で並べてたのですごく長くて、
でも困ったことなかったし、なんかプリクラでね、最近はね全然そんなことないんですけど、中1の時とかはプリクラを撮ったら、そのプリクラに入力する時があったりして、プリクラで画像を撮りたいってなった時にね、その時になんかこう打つ時にすごく長かったんですけど、なんかもう覚えちゃって、スタタ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 タみたいな感じで、やったりしてたんですよ。なんかその中1の時は、もう高校生とかになったらなんか他の子が撮ってくれるよっていうか、ありがとうってなってたんですけど、中1の時はなんか私こっち撮るから、あ、じゃあ誰々ちゃんこっち撮ってねみたいな感じだったんですけど、なんかそういうのでやってて、でこうパーってやってたんですけど、なんですかね、愛着がもうすごくなんかそういう時にいっぱい打ってたりしたし、それこそオーディション受けた時とかもサメアドとか打ってたりしたから、すごいなんか、あ、懐かしいなとか思いながらでパッて変えたんですけど、今回は別になんか覚えてないよ、何のメアドにしたか覚えてないけど、なんかそんな似たようなのにはしなかったです。なんか昔と似たようなのにするとごっちゃになっちゃうなと思ってそうなんですよ。まあでも使わないのでメールそんな打つことも最近ないですし、聞かれることもないですから、なんかあれですけど、ないですから、なんかそれこそ小学校の時とかだったら、なんか友達、新しく友達できて同じクラスになったってなったら、あ、メール教えてみたいなことがね、メアド教えてみたいなあったんですけど、最近はそんなこともないですし、LINE 教えてってなる方がきっとこれからも多いと思うので、でも人と LINE しないんで、まああれなんですけどLINE 面倒くさいかったりすることが多い、返さない、あんまり返すときは返しますよ、返したいなって思ったら返しますけど、でもそのなんだろうな、ちょっとそう既読する人、あ、うち未読しますでもなんか未読して時効になったっぽい時に既読無視しますけど、で、メアドをねこう使わないから、でも今ね困るのが電話番号が覚わらないくて困ってるでもなんだかんだ電話番号使うんですよ、何かの登録の時とかもそうですし、なんだかんだ使うんですよ電話番号って、これ困るんですよ、私電話番号が変わったことがなくて、多分だけどガラケーの時から変わってないんじゃないかな、分かんないけど変わったことがなくて、もう頭が追いつかない、ダメだと思ってちょっと諦めてます最近はね。まあ、結構携帯変わったりしたら電話番号も変わるみたいなことが多いと思うんですけど、私まあ、ご存知の通り容量が良くないので、だから一つのことを集中したら一つのその一つのことしかできないんですよ、だから何かをしながら何かをするっていうことがもう全くもってできないので携帯の番号とかは同じにしてもらってましたね
20年近く変えてない。本当に？え、本当にそんなことできるの？神尾ちゃんがいる。私すごい会いたいんですけど、広島に最近あんまりないので会いに行けなくて。え、そうなの。あの2期生の公演とあーちゃんの舞台に行けなくて、そう見に行けなくて。そうなんですよ。たまたまどうしても行かなきゃいけないっていうか、やんなきゃいけないことがあって行こうとしてたんですよ、どっちも。偽物？そう、2期生のやつはでも今後もまああるのでタイミング見ていきたいなとは思ってるんですけど、あーちゃんのね、そう舞台を本当にあの行こうとしてて、日付も決めてたんですよ。で席も取ってもらってたんですけど、そう行けなくて、行けない。であーちゃんに行けなくなっちゃったみたいな、ごめんねみたいな、頑張ってだけ送ってっていう感じでした。そう、千秋楽に行こうとしてたんですけど行けなくて、ピエンです。本当にそうなんですよ。行くと思ってたね、私も行く予定だったんですよ。行く予定だったんですよ、うん。ありますよ、サイン書いてくれてるでしょみたいなやつ。あのサイン書いたらあの取っておいてます、全部ます。これ前のノートなんですけど。全部ありますよ、今までの分のやつも全部あります。こんばんは。あのお手紙もらったお手紙と一緒に置いてるので、あのオーディションの時に名前書いてたりしたりしたやつとかもあります。全部ありますよ。え、あるよ、あるでしょ。あるよ、あるよ。手紙送りますね、ありがとう、待ってます。食べてもいい？ダメだよ、食べないで。お手紙出したことないので出します、待ってます。書いて書いて、3年間をノートに刻んだよとか。え、この学生の時より多分ノート使って。今日手紙書いた、私に、待ってます。思い出を取っておくタイプ、もうめっちゃ取っておくタイプ。あのスケジュール帳とか捨てれないタイプだもん私。もう多分ね、何年間もずっとずっとあるものとかもあるので捨てないと思う。ずっと持ってると思う。そういうのはなんかノートとか、その学校に使ってたノートとかも捨てられないから溜まっていっちゃう。手紙、磯貝かなさんで指が震えて書けない。寒いの？
寒いのか。ん？そう。外で書いてる。いや、最近外じゃなくても暖房つけてなかった。寒いからね。タイムカプセル、私タイムカプセルしたら忘れちゃいそうだからな。タイムカプセルしたことを。昨日名古屋でやった、初雪ね。あのめっちゃ重い荷物持ちながら歩いてたんですけど、雪降ってきて心が折れた。無理ーと思って、重いのに寒いと思って。キャリーで、キャリー持っててさ、その時にでキャリー置いてきたみたいな。取りに行ったんだけどね、駅に。STU に入った時に買った水色のキャリーずっと使ってて、今3年目なんですけど、もうすぐで本当にぴったり3年ぐらい。もうなんか結構ボロボロ。結構ボロボロなの。だからもうなんか水、なんかたまたま水色だし、なんか STU 入った時に買ったから、それこそ思い出っていうか、ねえ、ねえ、でもボロボロなんですけど。そう、それな、これでどこどこ行ったなとか、何々入れたなとかありますね。最近ね、なんかその予定的にわからないから、え、これってもしかして最後、え、最後じゃないかもしれないけど最後かもしれない、もしかしたらみたいなことが多くて、あのスタッフさんとかともね、あ、これってお会いするのもしかして最後ですかみたいな、もしかしたら最後じゃないかもしれないけど、もしかしたら最後かもしれないみたいな。だからなんか、あ、ありがとうございましたかもしれないですねみたいな、なんかふわっとした雰囲気でそうなってるんですよね。そうなんですよ。まあでも会うときは本当に会うので、そのなんだろう、街中で割ったりじゃないけど、そうそう、水色のそれ、また落ちないわ。今またね、え、握手会がね、どうなんですかね、なんともなんともって感じなんですけど、いやっていうか今11日じゃないですか、もうなんかあと1ヶ月とちょっとしかないんですよ。びっくりじゃない？やばいやばいと思って、あと1ヶ月とちょっとかと思って、最初の
伸ばす前の時期はもうこの時はいなかったのかとか思ったりとかもするんですよ。だからなんか、はあ、やばいなって思うんですよね。あと10週でゴールデンウィーク。ゴールデンウィークは今週じゃない、今年何日ありますか。行きますか。まあいろいろと考えて。最近普通の女の子っぽい。それいい意味なの？まだアイドルなのでちょっとオーラ消えたくないんですけど。ちょっとやだなそれは。それはちょっと思った。あれ磯貝のオーラちょっとどこ行った？ちょっとどこ行ったどこ行った、愛知に落としてきた、ちょっと拾って帰ってこんな。それはちょっと由々しき事態ですね本当に。いやん。困った困った。それは疎外感ないですか。ちょっとちょっとダメダメ。まだまだまだだから、ちょっと1ヶ月切ってもないからやめて。もうライブしたらね、戻ってるかもしれない。最後までオーラを増やしていかないと、最後の最後がピークにオーラあったよねってなるようにしないといけないのに、ちょっとやめて、やばいやばい。困った困った。あ、岡山でオール落ちてるの見た。あ、私なんかな、やっぱハミヤミの時ちょっと落としてきちゃったかな。私 1K のさ読み方わからないんだけど、何円とかなんさ、な、何100なのか1000なのか万なのかわからない。千なんだ。じゃあ万は？ああ、ゼロが増えるのか。一十百千万十万は？100万は？100万は1メートルになるの？あ、メートルじゃない。メートルじゃない。100万は12Mになるの？あ、ミリオン！あー、そういうことか。メガ。
千万は？って聞いてるじゃん、こうやってこんなにいっぱい聞いてるけど多分覚えらない。そうなんだ。私今ねるねるねるねが食べたくなった。全然関係ないけどね。今なんかぶどうのねるねるねるねの気分になった。あとなんかさ、棒につけたらグミ、木の実みたいになるグミみたいなやつとか、粉に水垂らしたらグミになるやつとか、チーク菓子がしたいなって気分になりました。ねるねるねるねはまだ売ってるんじゃない？私だって1年前とかやってたよ。そう、枝みたいなやつくるくる回したグミになるやつ、そう、イエス、それです。そういうの食べたい。コンビニにも売ってるんじゃない？チーク菓子配信か。マジであの初心に戻れますね。あれ思い出します、ショールーム期間みたいな。ショールームイベントみたいな、懐かしいですね。ピアス見せて。よっこいしょ。よっこいしょとか言うから笑がない。初心っていうか同心、いや初心です。こんな感じです。可愛いでしょ。これ握手会の結構ずっとつけてた時あった。今日アイラインこういうの、ん？黒にしてみました。最近茶色だったんですけど。あと最近ずっとメイクがオレンジだったんですけど、ちょっとピンクに戻してみました。でももうしないかも。オレンジの方が多分似合うし、なんか最初ん？配信だからあんまり見えないかなと思って、ちょっとピンクにしてみました。可愛いでしょ。そうなの、可愛いんだよ。あー見えない。可愛いんですよ、すごい。オレンジメイク似合う。私もそう思う。ピンクよりオレンジのが合うと思う。自分に合ってると思う。ワンの彼女が欲しかった。私が普段言われないランキング第1位ぐらいじゃないそれ。あめっちゃ背中が。この間さきちゃんと電話したよ。何を喋ったかって言われたら、何喋ったのかな。まあ、私の今後についてとか、まあなんかそんな感じ。さきちゃんと喋りました。お、彼女オーラがありますか？私の、最近の私はどうでしょう？今までと違うものがありますか？彼女感ありますか？お、ある？
大人になりましたね。磯貝もじゃあ。秘密係。確かに。あと。ゆらぱいとずっと喋ってるんですけど、あ、LINEでね喋ってるんですけど、ゆらぱいのやばい写真を送ったら、私がね持ってる秘蔵の送ったら、ゆらぱいからもっとやばい写真が送られてきて面白かった。ま、見せないんですけどね。そう、さらに上回ってきました。でもなんか想像して、想像の 1.5 倍ぐらいやばい。いや、まあユラバイの写真なんですけどね。ヤバいっていうか、ユラバイは安定だって思いました。あ、2月、1月って言ってた。そんな感じです。泊まりに行きたいなとずっと言ってるんですけども、今何分だ？私なら大丈夫です、笑いのの人生。そうなんよ、七並び今5位なんよ。頑張らんな、ちょっと。そうなんです、やらんな、やるから、みんなも一緒にやろう。3位までには入りたいなと思うので、ちょっと頑張る。ちょっととりあえず団長言います、行きます。13位シュージアット、亀がんばるさん。12位コックさんのしげさん。11位とやまるさん。10位おいだます元気かっこ地方かのえみこうし、かのん14日公演よろしくさん。9位たぬきつねさん。8位おんたさん。7位おがっちさん。6位ともゆきさん。5位柏木まさきアット、バレンタイン公演楽しみにしてるねさん。4位かのんしふくちゃん。うわ待って、壇上が変わってきた。待ってね、ちょっと待って、これあれじゃん、もう一回壇上読むやつじゃん。あー待って、まあ切れたりはしないからあれなんですけど、あ、ペンが。Yes. Ah.
行きます。13位シュウシュウとカメ頑張る32位コックさんのシゲさん11位ドヤマルさん10位おいでます元気千穂かなゆみこしかな10位クコンよしくさん9位タナキツネさん8位オントさん7位オガチさん6位タマユキさん5位柏木まさきあとバレンタイン公演楽しみにしてるねさん4位かなシュクちゃん14日の公演行きますさん3位メガネをかけた顔見知りさん2位コンコンさん1位天下界かっこ冷静でいたら愛情しないわさんでした。ありがとうございました。イエーイ。ほんでてんかかいかっこ冷静でいたら愛情しないわさんなんかバレンタインのクマタワーありがとうでした。ビヨンビヨンおにぎりありがとうでした。ありがとうございました。あ、そうなんです。服見て見て可愛いでしょ。